かわいたちにインタビューです。まずメンバー紹介を。あ、ボーカルの椎名です。ドラムのクレイジーデンジャーナンシーケンちゃん。ギターのヤッタルデカジーサスキです。ベースのモグアイです。バンドのポリシーは？はちゃめた今日。それにしても動員が多いですね。もちろん。でも演奏下手ですね。やのがおら！
たずにそこに出てきて初めてそれは間違いだってことが分かるようにくれる今そこから抜けるからけであろう後にはチャンスがないのさひたすら見るのが一番何も生まれてこなくて楽しさが一人だって言えない苦しみだけしかできないからね楽しいふりをしてないみんな好きだった気がしてならおっしゃった
はもっともっと誰が聴いてもパンクロックだということをバイオレンス的にしてて、初めてのライブは1985年の11月3日で、京都のスタジオを借りて客が8人で無理やりデモテープを交わしてみんなで記念写真を撮ったかな。メンバー同士の蹴り合いはもちろんだけど、僕ドラムねんけど、ドラムも叩かずにダイブして客と暴れてたり、でまあベースとドラムはやってたけどな、それでもな、まあそんなことしたりで、大阪のライブハウスに1年ぐらい出させてもらって、でその時早いバンドいうのがなかったから、僕らみたいなハードコアもスラッシュとか言われて、で東京から来るスラッシュバンドとやらせてもらった。ルックス的にはね、一応ブッキングがメタルでやってたから、メタルがやってないことをしようということでね、ボーカルとかはね、こうケケケだ、あの知ってるはる、イカみたいなやつね、あれのアホと白とかちゃんと衣装も2つあってね、そんなんとかね、あとベースとか、ベースの山ちゃんとかギターの子は女装したりとか、女装、これがまたその辺にいるやつよりは綺麗で可愛くて色気があって、で僕も初めは髪食べてたんやけど、もう邪魔くさになって、カツラかぶったら便利やなという発想の中、歌舞伎のカツラとかかぶって、でそれをやってたのかな。ほんで、結構もうそっちの方、音楽よりもそっちの方に趣味が持ち出して、で僕も歌舞伎のカツラかぶってたら、バンガサかぶりだわ、下駄とかやったり、山ちゃんもネグリジェとか着て、ネグリジェ着てやったらスリッパ履いたりとかで、音楽よりもそっちの方に、興味湧いてきて、で、あとみんなでユニフォーム作ってね、野球のね、かまいたちって書いて、かまいたちがいたユニフォームを作って、でまあスパイクまで揃えてね、すごい。で、まあバット持って振りましたかな。あれもうはっきり言って、京都とか出るところなかったから、だから何も考えずに行ったということで、これだから最低で、客なんかもちろん入るわけないし、とっくにも入らなかったし、雨降りの中にね、大雨の中機材下ろしたり、大雨の中機材下ろして客が5人とか、5人すごい最低で、泊まるとこもなかったからね、新宿のビル街ってある？あのカプセルで、おい、新宿のビル街、新宿のビル街ね、布団引いて寝たりね、これマジだけどね、んでね、寝られへんから夜ね、中央公園の覗きのおっさんと仲良くなったりとか、これマジの話、レゲエと、レゲエと、ほんで一緒に覗きたりとか、覗きで中央公園ね、そんなことで、ちょうど他言うから、東京サミットがちょうどあった頃やから、50メートルずつ検問に引っかかって、行ったら、はい、怪しいやつや言われて、機材車の中見せろとか言うて、結構そういうなんか、おもろかったかな。ほんで、8月頃から、スラッシュバンドやらと一緒に対バンばっかりしてて、結構ちょっとだけ名が上がってきた頃で、いろいろあったんだけど、その頃の面白いことで言ったら、京都の某ライブホールでライブやった時なんかは客が喧嘩して、で警備員なんかいるわけないから、弾きながら山ちゃんとかピーケンとかが弾きながら、やめろって言うて、やってたんやけど、それでも喧嘩してやめようなかったから、僕もドラム叩くときに、やめなさいとか言うて、知らん間にメガホン持って警備員をやってたんで、そういうこともあってね、ほんで、まあ、店に合わないとか言われて、また、追放、ね、某ライブハウスで、その時に その時の撮ったビデオが、発売して結構売れたんかな、これは面白いこと。あと面白いことはね、この当時は
ロッキー F とかにもちょっと乗れて、でまあ一回編集部に挨拶でも行こういうことで、普通に行ったら面白くないやん、だからステージ衣装で行こういうことでね、でいきなりメガホン持ってね、よっしゃ行こうかーって言うて、俺たちは京都かまいたちが来たーとか言うて行ったの。ほな男さんは冷静に、ここはロッキン F はあっちですとか言って、ね、よく見たらそのキーボードマガジンの編集部だったシーナ君シーナ君ね、で参加してくれてんけど、シーナ君の場合はね、一番初めの合わす時ももうすごい人でね、いきなり椅子に座って歌うという、いきなり椅子に座って歌うは全然声は聞こえないからすごいやつやなこいつしかいいなぁ、ね、その時もう一つすごいやつが当時のギターのアンディで、アンディさんね、あの人もすごい人で、その日来なかったという、来なかっただからこいつらしかいないなぁというね。ライブ見に来てくれてたんやけど、打ち上げも寄ってくれて、で僕のバイト先が一緒になって、で毎晩飲みに行ったりとかするんで暴れてた時に、結構フィーリングとかも合うしいいやつだなと思ってたし、でベースやってたの、ベースボーガンで京都で、でもええやないかで無理やり、ええやないかで無理やりギター咲いてギター2年ぐらい持ってんやけどね、まあわけわからん、本人もわけわからん気に入ってたのかな、ふぅ、まあ、結構そういうノリわかるやつやし、余裕、やらんじゃないですね、だけです。これからはね、今まで先輩が作ったモラルってあるや、それを、かまちで片っ端から潰していきたいなぁと、で、俺自身は何考えてんねん言われる方が、言われた方が嬉しいし、俺自身な、だから他のメンバー知らんけど、俺自体は何考えてんねん言われる方が嬉しいし、楽しいし、やっていてやりがあるし、もっとロックという場においてふざけたいね、ありがとう、お疲れ様です、よかったよ、子供、はいどうも、お疲れ様、まだまだそういうことでね、もう緊張しちゃって、ほらね。外に出てみて初めてそれが間違いだったことが分かりとって今そこから逃げ出さなきゃだもん後にはなんかないのさっきだから全然もらっても何も生まれてこない絶対に探すぐらいついてもらう苦しみだけしか見つからない。それでは皆様Thank you.